最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は川内トリビュート、川内トリビュート、先頭あと 200m、 川内トリビュート先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。シャダイードシックスクイーン追いすがります。シャダイードシャダイード1着、2着にはどうやらシックスクイーン、勝ったのはシャダイード、見事な勝利です。こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、ファンモア前に行きそうです。サトラーズガバナー、それに続いています。さらにはダンディシュート、1番クリスマスクラウン、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。ファンモア先手を取りました。これに続くのがエズード、サトラーズガバナー、そのうちに続いています。並んで15番ビッグフォーエバー、ピンクの帽子、クラシックトップ、その後ろ。その隣にイグジットトゥーノーウェア、その横にジャズリセス、すぐ後ろにダンディシュート、さらにはクリスマスクラウン、その外にレッドキャロット。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭はミホノブルボン、短期の逃げに持ち込みたいところ。その外からクラシックトップ、その後ろにファンモア、その外からイグジットトゥーノーウェア。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはクラシックトップ、2番手に6番ミホノブルボン、すぐ後ろにファンモア、その外からビッグフォーエバー、その隣にエズード、その横にキャプテンコマンド、シェルジャッジ。この馬もこのグループ、先頭は依然としてクラシックトップ、エズード、ほとんど差がありません。3番手にミホノブルボン、絶好の手応え、ミホノブルボンいい位置。果たして先頭を捉えるか。先頭はミホノブルボン、ミホノブルボン先頭、引き離しにかかる。2番手はエズード、残り 200m、 ミホノブルボン先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。ミホノブルボン、2番手はエズード、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ミホノブルボン1着、2着はエズード、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ミホノブルボン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m、 先頭はスカーレットブーケ、ダイナマイトダディ一死に追いすがります。ダイナマイトダディ追いすがります。スカーレットブーケ先頭だ。スカーレットブーケゴールイン、スカーレットブーケ1着、2着にはどうやらダイナマイトダディ、見事に勝ちました。スカーレットブーケ、大鳥コンサート敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。